春の甲子園、ホームラン3本。うち1本はランニングホームランの模様。ホームランは減ったけど二塁打と得点は増えた定期。投手のレベルが上がったわけやないんやね。ホームランないとつまんなくね。あとファール疑惑が1本やから文句なしのホームランって1本だけなんだよな。いくらなんでも低反発にしすぎだろ、テストするとかしたんか。さすがにあの前進守備は見ていてつまらん。一打逆転が起きないならサッカーでよくね。KBO とか高校から低反発バット導入して打者も投手もレベル下がったって言われてるんだよな。なんで導入してしまったのか。エラー数多いしちょうどいいやろ。つか選抜自体がクソ空気やったな。開催されてたんかレベル。今年の選抜は行かなくてよかったわ。つまらなさそうだったしな。つか席料が高すぎてみんな高校野球ごときにそんな値段出してる余裕ないやろに。せめて外野無料くらいはしろよ。さすがに飛ばなすぎて見ててつまらんわ。夏にはバット変えてチアも短パンタイツ禁止でミニスカノーパンにしろ。阪神坂本は高校時代履正社のレギュラー、大人の体格になった今でも HR 無理なんだから高校生が打てるわけない。韓国って高校野球を飛ばなくしてから急速的に弱くなったって話よな。日本も加藤球直後はヤバかった。